どうも、生涯出資マイナス3億円くんです。本当です。明日ですね、ビクトリアマイル開催されるということで、はい、本気の KYS をしていきたいなと思いますね。ただですね、僕は本気で予想するんですけども、いかんせん僕は生涯出資マイナス3億円分なんで、来ません。あ、来ます。来ません。テレシクレイ。僕が買わんかったら来るし、買ったら来ません。なんですけども、予想は本気でやりたいということで、明日のビクトリアマイルの本命発表したいと思います。まあ今ね、ちょっと葛藤があったと思うんですけども、まあ先週ね、めっちゃ当ててるんですよね。すごい当て方をしまして、ね、80倍やったかな ?3 連単。はい。なんでその、なんやろな、いつもね、競馬だった次の週って、この最初の工場ね、来ますって言って。で、買わんかっても来るし、買っても来ます。みたいな挨拶変えてたんですけど、それが覆った歴史的瞬間でしたね。もう先週買ってても来ませんって言い張るっていうのにしようかな、みたいな。まあ、それいいんですけど。はい。まあ、とにかく、今週もね、先週を見てくださった方が乗っていただけたら、僕と一緒にお金儲けができると。そんな予想をしたいと思います。ビクトリアマイルの本命は、10番ナミュール。ですね。10番ナミュールです。ナミュールも長いね。はい、行きました。牝馬のマイル王者決定戦。ね。今年はね、G1 にしては正直レベルが低いと思ってます。正直ね。毎回ここ俺、ハイレベルな馬が集まって、みたいな。すごい一戦になりそうな言ってますけど、正直今年どうですか?はい。本命のナミュールがここ4戦の足とすれば圧勝まで上げるんですけども、はい。これね、荒れるときはとことん荒れるレースなんで、非常に難しいです。はい。まあ、他の人気馬もね、不安要素が多くて、喫水のマイラーが少ない印象があります。これむずいよ、荒れるんちゃうとか。今回はナミュール軸に大荒れも考慮して広く買っていきます。そんな感じかな。まあ、展開予想いくか、一応。はい。展開なんですけども、スタートして3番、スタニングローズ、4番、コンクシェル、8番、サウンドビバーチェ、14番、フィールシンパシーが花争いするが、コンクシェルが花取り切ると。バッテ争いは、スタニングローズ、サウンドビバーチェ、フィールシンパシーが争うんですが、ここは、スタニングローズの番でと。はい。先行集団少し後ろに、1番、ライラック、2番、フィアスプライド、6番、マスクとディーバー、7番、ハーパー、15番、ドゥアイズが追走する。中段から後方にかけては5番ウンブライル、9番テンハッピーローズ、10番ナミュール、11番ルージュリナージュ、12番キタウイング、13番モリアーナが足を止めると。道中はコンクシルを先頭に詰まった対立で進み、ややスローペースと予想します。3、4コーナー中間あたりから後方各馬のペースが上がり、さらに対立が詰まると、コンクシルを先頭に2番手以降大きく横に広がり直線に入るね。早めに仕掛けたコンクシェルがリードを広げ逃げ切りを図る。すると2番手集団のスタニングローズ、フィールシンパシーも加速し始めると。残り400メートル。先頭は2番手を4馬身を離した状態でコンクシェル。馬場の真ん中からスタニングローズ、フィールシンパシーが並んで仕掛けると。その少し後ろに、フィアスプライド、ウンブライド、マスクとディーバー。外からはハーパー、ナミュール、ドゥアイスが進路を決めて追い出しにかかる。残り300メートル。先頭は粘るコンクシル。リード、3馬身。2番手集団のフィールシンパシー、スタニングローズに鞭が入り、徐々に差を詰めていくと、さらに後ろから、フィアスプライド、ウンブライドが加速し、足を伸ばすと。少し後ろから、外からラミュール、ドゥアイスが一気に仕掛けると。残り200メートル。先頭はまだコンクシル。リードは2馬身ほどで、内で粘り込む。フィールシンパシー、スタニングローズも合わせて伸びると。
で、フィアスプライド、ウンブライドのムチガエルが、なかなか差が縮まらない。外からナミエルが一頭、次元の違う足で猛追し、前との差を縮めます。はい。残り100メートル。ヒールシンパシー、スタニングローズ、コンクシェルを捉えて並びかける。すぐ後ろには、フィアスプライド、ウンブライドも必死に食い下がるが、外からはいけるラミュールが、一気に抜き去り、先頭集団を射程圏内に入れると。最後はラミュールが差し切り、一着ゴール。はい。二着争いを粘ったコンクシェル、スタニングローズ、フィールシンパシー。続いて、フィアスプライド、ウンブライル。みたいな感じですかね。はい、以上です。まあ結局ね、まあ波うるそうですね。展開予想的には、波うる強キャラ。はい。まあ圧勝も全然あります。荒れそうとは言いつつも。はい。回目なんですけども。さらにだ、フォーメーション。1着10。2着。2、3、4、5、14、15。3着。2、3、4、5、6、7、8、14、15の計48点でいきたいと思います。そうね、まあまあ、大荒れも考慮、その、日も荒れですね。を考慮してという感じでした。一応ね、ナミュール、今2番人気なんですね。はい、一応固定にしてます。まあ、それで言うとね、マスクとディーバー、ね、モレイラ、一番人気。グズも三着付けですから。ここちょっと特徴的よね。はい。ここはもう、男の買い方です。サンドビバーチェとか三着やったらおもろいんやけどなぁ。そういう買い方ですね。はい。フィールシンパシー、ドゥアイズもね、パンパンと入ると、ちょっと面白いんじゃないでしょうか。以上です。どうかね、G1 続いてますが、選手当たって、多分、その、タイミング的にはね、まあ、翼軍に乗っかる人が多くなると思うんですよ。はい。ここで僕がバランス調整するか、奇跡の G12 連勝ってまだないんちゃうかな。散々やってね、ああ、苦しんねえと、まだ。眠いなぁと。もうほんまなんか、今日めっちゃ眠いわ。歯医者怖い、はあ。というわけで、皆さん、これだからビクトリアマイル僕買ったら、ちょっといよいよ、まあ、ヨグ君、ビッグコンテンツ。もう、なんか先々週かな、粗品の呪いって久しぶりになんかトレンド入ってたりしたけど、もうそんなないんだよって。はい。いつまでやってるんだって。ね。もう3年目だよ。続けることよ。あっしょー。